Good morning, everyone. 今日は5月18日ということで、St. Pete's Pro まで残り6週間になりました。今、金金ジムにいるんですけど、今日は特別な日で、遠くから秀忠山岸、そしてアイリス・カイルがお越しになられています。金金ジムを応援したいということで、本当に山岸さん、アイリスさん、ここからありがとうございます。あと30分ほどしたら、秀忠山岸、金金イベントが始まるんで、カフェインかなんか取って目を覚まして、盛り上げていきたいと思います。 Let's go。 6月29日の、フロリダ州のセインピーツ。それに向けてあと6週間。あと6週間。今日でちょうど6週間。期待してます。今日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。めっちゃ嬉しい。これ今日使おう。汗だくの体をこれで。ということで、大会6週間前のトレーニングが始まってますが、今日はいつものトレーニングパートナーケリーがいます。ケリーも、でもハイブリッド選手なのかな、クラシックかフィジック選手かもう絶対プロカードを取る選手なんで、みんな期待して見ててください。で、今日は胸と肩トレーニング、また違ったバリエーションなんですけど、こうやって体がだんだん絞れてきて、疲労感とかも増す時期なんですけど、トレーニングは引き続き強度を残しながら、できるもんなら残すどころか強度を増しながら、トレーニング引き続き頑張っていきます。 OK。 11 12 13 Come on, push言うまでもないですけど、山岸さんとかハイリスカイルの言葉を、セミナーとかでトークの時聞いて、モチベーションバック上がり、もう実際に彼氏は喋ってるだけじゃなくて、実際にその行動に移して、そして世界の頂点まで登ってる人たちなんで、だからもうそれに少しでも近づけるように、I think the position is good. Yeah, let's do that. Okay. I think I'm getting stronger. 結構、カツと組んでから初めての種目だったり、もうトレーニング構成そのもの、考え方そのものが変わったんで、それを見せていってるとは思うんですけど、そのやってきたこと、増量からやってきたことが、だんだん見えてきてて、あ、こういう、これを、なんだろう、こういう狙いだったんだなとか、だんだんその今までやってきたことがなぜやってたのか分かってくる時期で、現状はそれが楽しい、楽しめる。大会まで残り6週間という今の時期は、やっぱりトレーニングも、だんだんきつくはなってくるんですけど、今までで一番順調というか、本当にトレーニングのスタイルとか、トレーニングに対しての思考だったり姿勢だったりが、今まで以上に意識高くというか、何なんでしょうね、この増量に入るタイミングで、早い段階でベガスまで飛んで、
山岸さんのトレーニングを学んだり、まあ、何よりトレーニングに対するそのメンタリティとかそういうのをまあ少しでも学ぶことができて、で今日山岸さんがこっち来てくれたじゃないですか、まあ、それがなんか、まあ、一周してきたっていうか、まあ、山岸さんの言葉を聞いたりアイリスカイロの言葉を聞いたり、今自分が向かっている方向性が間違ってないという、まあ、確認もできましたし、トレーニングパートナーつけることによってもやっぱり自分だけじゃできなかったまた新しい箱が開けたっていうか扉が開いたっていうか、それでやっぱり体には明らかに成果が出ている、だからといって優勝は保証されているわけでもないし、そこがやっぱりこの競技の魅力っていうか、ただ、まあ、いつも自分言うんですけど、まあ、常にまあ進化成長さえしてればいつか自分の番が絶対来ると信じてますし、それがまあ今年なんじゃないかという強い思いはあります。今年の大会では、まあ、より進化した体を見せることは、まあ、絶対条件だと思っていますし、まあ、そのプレッシャーは多少はあるんですけど、まあ、そのプレッシャーによってやっぱり増量中も、まあ、今に至るまで、まあ、それが自分を追い込むエネルギーとなったので、やっぱり今のメンタルに自信があるのかもしれないで、まあ、ご存知のようにこのカニキンジム、まあ、ジムの話になっちゃうんですけど、まあ、ジムを作ってから、まあ、結構ビジネス的に苦戦していて、まあ、ずっと5年間勝ち続きっていうか、で6年目に入ってやっぱり価格改正しますって発表してから、まあ、いろんな反対意見が飛び散ったりして、ただやっぱりいいものを作ったんだっていう自信はあったので、まあ、いろんな意見が飛び散る中、それがまあきっかけともなって、まあ、このジムの存在をいろんな方に知ってもらえたっていう、まあ、現実はあります。で今になってジムはものすごく順調にちゃんとビジネスとして動いていて、それもあって、まあ、今まで以上にこのフィジークという競技に集中できる、それがまあ結果にまあ出ることを期待したいっていうか、もちろんこのボディビルという競技はまあジャッジが決めることなんで、まあ、その保証されていることは何もないんですけど、その保証されていることはってなったら、やっぱり自分が進化できているか、去年よりいい体を見せられるか、そして今まで以上に頑張れたか、それはやってきたと 100% 自信持って言えるんで、そうですね、大会まで残り6週間、皆さんに大会までの過程を見せていきたいと思うんで、引き続き皆さんの応援そしてサポートよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results, thanks for watching, and I'll see you again soon.